読めますよね、次郎君と佐藤君、ね、実は、あれ、金ちゃんどこ？あのね、私と金ケイトさんとですね、K16 プレゼンツって言いまして、あのライブのいろんな、ね、企画をやってます。で、主にね、横浜元町にありますタピオカ館ってところでやらせてもらってて、毎回ね、すごいですよ、2日3日連続で毎回10組ぐらいずつやるんで、まあ、よろしければそこのホームページか、あるいは僕もミクシーで、そのまま嫌いなら一郎16で名前出すと私出てきますんで、ミクシーの上で告知したりとかね、あるいは画像のしたりなんかしてますんで、よかったら見ていただいて遊びに来ていただけたらなと思います。いや実はですね、K16 出張企画っていうのをこれ何回かやりまして、それはもし、すごい大人数ってわけじゃないんですけどね、まあ、2組3組ぐらいのこれというね、アマチュアの方をお呼びして、そういう、番外企画みたいなのもやってますんで、ぜひよかったら遊びに来て。じゃあ、本当アンコールいただきましてありがとうございます。まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけど、一郎十六、甘くて拙い、通称甘鉄、甘鉄で通しておりますので。最後アンコールの曲を、頂きましたので、大森駅って最終何て言うんですか、多分今日も土曜日でみんなねそれぞれ家路に着くんで、まあ、きっとね終電近くなんか慌てて走ってるおじさんおばさんたちと並んで、きっと別れを惜しんでるね、若い恋人で、まあ、若くなってもそういう人たちもいるんじゃない、今夜もね、そういう光景が見られるんじゃないかと思います。ここね、結構暑いんですよね。そんな、改札口での光景の歌です。一郎照明で戻れんくらいここにいるだろう、改札口の外に僕たちホームへ急ぐ階段を急いでる人が通り過ぎる、何も言わずただ見つめていた、このままさまで君といられたら、ただそれだけで幸せな僕なんだ、もう明日来るよ、君におやすみ、もういいか
時計の針は意地悪く進み、もうお休み言わなくちゃ君、今日はありがとうたくさん笑ったね、今度いつ会える、人混みの中消えてく君の後ろ姿いつまでも見てた、下り最終到着のアナウンスを遠くに聞きながら、もう発車のベルが止む、君におやすみ、もう扉閉まる。